おはようございます。速稼塾の久保です。7時22分2月3日節分ですね。今日相場解説をしていきます。まあ、月が変わりましたので今月足を見ていますけども、新型コロナウイルスが去年のね12月あたりから猛威を振るって、1月はものすごくパンデミックしましたね。2月は世界的な対策をしながらなんですけども、ますます、皆さんもね周りでも新型コロナウイルスの話題が沸騰するんではないかと思います。こういう時にですね、出勤しなくてもいい環境、どこに引っ越してもいい環境として FX を手に入れておくのは本当にね有効な手段だと思います。まあ月足を見ながらね解説していきますけども、ご覧のようにペナントを随分前に書きましたけども、それに沿っていってるのかなっていうところとね、あと細かく見ていくとこういうところが言えると思うんですよ。ずっとね下に降りていってるところがあると、こちらもこういう風になっているところがあるの中で、どちらかというと下がり目っていうのはだんだん落ちてきて、こういう風なね二等辺三角形を描くような形に落ち着いていくんではなかろうかと思うわけですよ。でその後来るのは当然ですけども、こういう風なね下に大きく振れる流れかなと思います。ですんでマンスリーでは売りの方を検討していきたいと思います。で週足ですよね。週足で私がお話したのは、もう繰り返しになりますけども、前回ね、こういう風な足を、陽線を出していたんですよ。でも上髭が長いんで、これは最終的には、こういう風なね、陰線で終わるんではないかなっていう風に私は考えました。まあそうすると、まあ陰線で終わりましたよね。で、今週も陰線で始まっているんですけども、全体的には私はですね、ちょっと黒でいきましょうか。この流れがこういうふうに変わっていくんではなかろうかと思います。どこまで降りるかというと、ここですね。いつもの。ここに1点目があって、2点目があって、去年の1月3日ですね。で、ここがあって、まあこの辺に落ち着くんではないかなと思ってますんで、ウィークリーも売りです。大きい流れだよね。で、デイリーなんですが、デイリーもやっぱり私はね、売りを見ていった方がいいと思うんですよ。移動平均線もそうですしね。全体的にはこんもりと右肩上がりになっているような感じではあるんですよ。こういう風なね、こういう風な感じではあるんですよ。全体的にはね。でも、これがいよいよ売り一辺倒に転じる時期が来てるんではないかなと思います。で、次は4時間足を見ていきましょうか。4時間になるとね、ちょっと事情が変わってくるんですよね。こう、ストーンと落ちてるじゃないですか。こう落ちていて、特に直近では、売りの足しか出てないわけですよ。で、私が考えていた、ここね、ゾーンじゃないや、レンジっていうのが2つありましたけども、ここをいとも簡単に抜けて、売りの目安になってきてますね。で、1時間なんですけども、1時間では完全に潮流が変わって、ヒゲをたくさん長いのを下に出してます。上にはヒゲはほとんど出てません。ということで、この売りのね、勢いっていうのが止まることが考えられるんですよ。止まった後で上に行くってわけじゃないですよ。よく勘違いするのは止まったら上に行くんだって思っちゃいますけども、止まって、で、さらに下に行くっていうふうにね、私は思ってるんですよね。ただすぐに下に行くんではなくて、一旦組み上げて勢いをつけるようにして下に行くんではないかなと思ってるのが、ここと同じような感じです。止まったかなと思ったら、ちょっと上に行って、またさらに下がるみたいなね。この N 字を書くような形が、これからも出てくるんではなかろうかと思ってるわけですよね。さあ、それではね、まだ今日の時点では何ともわかりません。新型コロナウイルスの影響もあって、相場ってのは乱れやすくなってると思います。まあ、直接中国との取引が、このドル円市場にはないんですけども、アメリカにもね、新型インフルエンザってのが猛威を振るって、もうすでに2万人ほどの方がお亡くなりになっているというふうに聞いています。まあ、中国の新型コロナウイルスほど私は情報が取れてないんで、ちょっとわかりませんけども、今週はアメリカのインフルエンザの方にも触れていきながら、このドル円相場を見ていこうかと思います。ただね、やっぱり繰り返しになりますけども、どんなに世界が荒れていても、こういうふうにね、FX 市場って動いてるんですよ。要するに、ここからお金を取り戻すチャンスがいくらでもあるんですよね。出勤しなくても、この在宅で FX という場所にマーケットに出勤すれば、いくらでもお金は世界のマーケットからあなたのところに紛れ込んでくるってことなんですよね。それでは本日は以上です。